はい、それでは11月の2日の、3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。環境で成果は変わる。勉強時間を作ることができても、環境によっては勉強ができません。私は自宅だと勉強はできませんでした。テレビをつけてしまったり、布団でゴロゴロしてしまったり、スマホでネットサーフィンをしたりしてしまいます。結果的に勉強しようと思えばできるんですけども、やはり、勉強はできなかったですね。これではダメだと思って、私は、毎日仕事が終わった後、そのままマクドナルドに行って勉強をしてました。私の場合仕事を終えるのが、まあ、11時か12時ぐらいだったんですね。夜中の。なので、ファミレスかマクドナルドしか空いてなかったんです。とりあえず、マクドナルドに行けば勉強はできたので、毎日仕事帰りにマクドナルドに寄って、一杯100円のコーヒーですかね、を買ってですね、勉強をしてました。また、駅のホームの待合室なども勉強しやすかったです。あなたも勉強できる場所を探してみましょう。集中して勉強できる場所を見つけないと、勉強しても実力が上がらないので注意が必要です。では、本日の問題に入ります。代理ですね。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合、B が売買契約をする前に、A が死亡した場合、B は当該土地を売却することができない。丸か×かという問題ですね。A さんが本人で、まあ、B さんが代理人だと。で、本人である A さんが死亡したという状況ですね。で、答えはどうなのか。答えは丸です。代理権っていうのは、本人が死亡、もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します。今回の問題で言うと、売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので、B は当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅事由についての問題なんですね。で、代理権の消滅事由は死亡以外に破産手続き開始の決定だったり、後見開始、解約告知があります。で、お持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。ただ、この表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。内容的にも、量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。ではどうすればいいのか。理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。で、まあ、今回ね、理解の仕方までお伝えできればと思ってるんですが、やはりちょっと、解説長くなっちゃいますので、この点については個別指導で解説させていただきます。で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下の、チャンネル登録のボタン、押してチャンネル登録していただければと思います。で、問2ですね。手付金額の制限についてです。宅建業者 A は、宅地建物取引業者でない B に、A 所有の宅地を1200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるかという問題ですね。で、今回は、まあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はですね、できてほしいということで出題いたしました。で、答えはどうなっているのか。答えは240万円ですね。発注規制の一つである手付金額の制限についての問題なんですけれども、発注規制なので、売り主が宅建業者、買い主が宅建業者じゃない場合に適用されるんですね。で、その際、売り主業者が買い主から受け取れる、手付金の金額っていうのは、代金の 20%、これが限度なんですね。20% を超えて手付金を受領することはできません。したがって今回、代金って1200万円なので、1200万円の 20% は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とかであれば、それは宅建業法違反になるということです。で、問3ですね。開発許可の問題です。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであって、当該開発の規模が3000平米以上である場合には開発許可が必要である、丸か×かという問題ですね。答えは×です。開発許可は不要だということですね。結論から言うと、非常災害のための応急措置。これっていうのは開発許可が不要です。だから答えは×になるということです。で、今回の問題は、まあそれだけで解けちゃうんですけれども、開発許可には、考えるプロセスがあるんですね。で、それを知らないと引っ掛け問題に引っかかっちゃいます。そして開発許可の要否で、あなたなりに答えを導くプロセスがあって、絶対間違いない自信があるのであれば、あなたのプロセスを使ったらいいです。
そうでないなら弊社の答えを導くプロセスを使った方がいいです。法律はルールに従って、答えを導けば、まあ、必ず、正解になるんですね。必ず、正解になります。つまり、合格者はそれを知っていて、不合格者はそれを知らないだけなんですね。合格者になるためにも、答えを導くプロセスをどんどん頭に入れていきましょう。そして弊社が教えている考え方、答えを導くプロセスについては、個別指導でお伝えする流れになりますので、よろしくお願いいたします。もしあなたが勉強しているけれども、実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけで勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。理解学習をするには、それぞれの法律について、専門的な本だったり、専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですが、それをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども、本試験で点数が取れない。そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では、教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったり、イメージだったり、考え方だったり、理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。また分からなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく。これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。